昔は綺麗な街だったのに。この家、めちゃ狭いな。トムは後悔するだろうな。十六の時から働いています。トムは絶対に変わらないよ。メアリーはトムをひっぱたいた。 なんか悪いことが起きそうな気がした。メアリーは看護師になりたがっていた。ここに来てから2キロ以上太っちゃった。トムが言ったことは嘘なんじゃないかな。誰しも一生に一度は恋に落ちるものだ。 トムとはよく一緒にハイキングに行くよその本学生の頃に読んだ記憶があるよトムは人前で話すのなんて慣れっこですフランス語を学ぶためにここに来ましたトムさ 年上の人と付き合いだしたんだいいやんかどうかはよくわかんないけどねそんなに仕事が嫌なんだったらやめたらメアリーの外見じゃなくて優しさが好きだった またトムさんにお会いできて、すごく嬉しかったです。